日本書紀によると即位元年春1月1日皇太子は即位しましたこの年は大祭加納江の虎の年でした即位2年春3月3日中津姫を立てて皇后としました皇后は新田の姫巫女大佐崎のスメラみ子と後の仁徳天皇寝取りの巫女を生みました これより先に天皇は皇后の姉の高木の入り姫を姫として、三方の大中津彦の巫女、大山守の巫女、伊沢の真若の巫女、大原の姫巫女、小無田の姫巫女を産みました。また、妃として皇后の妹の乙姫が安倍の姫巫女、淡路の三原の姫巫女、 木の宇のの姫巫子を産みました。次の妃として、ワニの海の祖先の日ふれの海の娘の宮主のやか姫が、宇治の脇いらつ子の巫子、やたの姫巫子、目との姫巫子を産みました。次の妃として、やか姫の妹のおなべ姫が、宇治の脇いらつめの姫巫子を産みました。 お鍋は、お鍋と読みます。次の妃として、川又中津彦の娘の乙姫が、若の毛二間の彦を産みました。次に妃として、桜井の壁の村治夫咲の妹の糸姫が、早ぶさの若の巫女を産みました。次の妃として、日向の泉の長姫、大はの巫女、 おはえのみこを産みました。以上、すべての天皇の男女を合わせて二重王です。ねとりのみこは、大田の君の子祖です。大山森のみこは、肘方の君、張原の君の二屋からの子祖です。伊沢のまわかのみこの、深川和家の子祖です。即位三年冬、十月三日、東の江見氏が皆、長考しました。 それで絵図を使って馬屋坂の道、柏原市大軽町付近を作らせました。11月、あちこちの雨がサバメいて従いませんでした。サバメとは大騒ぎして罵ることです。サバメはサバメクと読みます。それで安曇野村寺の祖先の大浜の宿根を派遣して、そのサバメきを平定しました。それで 天の御事持ち、管理者、統率者としました。それで時の人のことわざに言うサワ沢山というのはこれがゆえんです。その年、九太羅の紳士王が立ちました。賢き国の天皇に礼がありませんでした。それで木の常のスクネ、旗の八代のスクネ、石川のスクネ、筑のスクネを派遣して、 その例がない現状を問い詰めました。すると、くだらの国は、新士王を殺して謝りました。気のつのスクネたちは、代わりに悪意を立てて王としました。この文章に見られるように、慶光天皇の時代から揉めていた恵美氏も、ここでは良好な関係です。恵美氏に大和で道を作らせた、ということは、やはり大和王朝と恵美氏の関係は、 流通貿易で利益を共有していたのではないかと思われますこうして3回の目民を定めました日本書紀には即位6年の春2月天皇は大見の国に行きとあり古事記を見るとこの時にかつて神宮皇后が押熊の巫女と戦って勝利した何羽猫竹振る熊の御子との子孫であるワニのオミの宮主 ヤカハエの姫をめとり宇治の脇伊達子矢田の脇伊つめ、めとりの姫巫女を得ました即位七年秋九月駒人、百済人、美び人、白木人が大和王朝にやってきましたそのとき竹之内の宿ねに命じてそれぞれのから人たちを率いて池を作らせましたそれでその池を名付けて唐人の池 と言います即位8年春3月に百済人が大和王朝にやってきました百済きによると悪影王が立って賢き国に礼がなかったそれで我らつまり百済の土地であるトムタレとケンナムシシムコクナ銅冠を奪われましたそれで王子の時を帝に派遣して王の服従の好意を表しました 新しい王となった百済の悪影王とは17代の阿信王のことです悪影は前の新士王と同様に礼を書いて日本に怒られてしまいましたこれは朝鮮の歴史書の三国式にも記述が見られますコウクリと百済は戦争状態で百済は負けまくっていましたそしてコウクリに服属を迫られましたその服属を迫られるたびに 日本を無視するよ栗に服属するなら日本に挨拶に行くということは高栗に対する反逆にもなりますから当然くだらないには高栗派と日本派がありました高栗も日本も怖いこのふらふらした状態がくだらの国の状態を表しているのでしょう即位9年夏4月に竹の内の宿根をつくしに派遣して 大見宝を観察させました。その時、竹の内の宿根の弟の馬し内の宿根が兄を陥れようと天皇に事実と異なる悪口を言いました。竹の内の宿根は常に天下を望んでおります。聞いたところによると、つくしで密かに計画しているようです。一人、つくしを割いて三韓国を招いて斧に従わせ、ついに天下を得よう。 それで天皇はすぐに使者を派遣して竹之内の宿根を殺そうとしました。その時竹之内の宿根は嘆いて言いました。私は元より二心はありません。忠の心を持って君主に仕えてきた。今どうしてこんな災いも罪もないというのに殺されねばならんのか。息の値の祖先に真猫という人がいました。 その人となりは竹之内の宿根に似ていました一人竹之内の宿根が罪もなく虚しく死んでしまうことを惜しいと思って竹之内の宿根の代わりに言いました今おとど、つまり竹之内の宿根の中心を君主に仕えています汚き心がないことは天下に知られています願わくばひそかに去り朝廷に行き罪がないことを弁明して 後に死んでも遅くはないだろうまた時の人は常にやつかれつまり真猫のことの姿形はおとどに似ていると言います今私はおとどの代わりに死んでおとどの清き心を明らかにしましょうそう言って剣に当たって自ら死んでしまいました竹之内の宿根は一人大いに悲しみ密かにつくしを出て 船で南の道、つまり南海道のことで四国、紀州半島を回って木の港に泊まりました。わずかな時間ですが、帝に会うことができ、自分に罪のないことを弁明しました。天皇は、竹の内の宿根と馬仕打ちの宿根とを責めといました。二人はそれぞれ交弁して争いました。是非を定めるのは難しかったので、そこで、 天皇は御事と乗りして神義に頼んで、九方たち、つまり湯に手を入れて火傷したら有罪という呪術裁判をしました。竹之内の宿根と馬う,うちの宿根の二人は四季の川のほとりに出て九方たちをしました。それで竹之内の宿根が勝ちました。それで応答を取り、馬う,うちの宿根を打ち倒して殺そうとしました。天皇は御事と乗りして許しました。 馬仕打ちの宿根は木の値などの祖先に霊族民として授けられたということです。宮廷闘争が起こるということは、ようやく大和王朝も本格的なものになってきたということでしょう。これまでは天皇の地位を争う闘争はありましたが、尾身が権力闘争をしたことはありませんでしたから。また、くがたちという受け入れの一種ですが、まず自分の主張をさせ、 手を湯に突っ込む。嘘ならやけどするという、実に古代的な手法ですしかし、後ろぐらい人間は躊躇してしまうので、そのうちにお湯の温度が上がり、やけどしやすくなる、また、さっと手を突っ込めばやけどはしにくいのも事実、バカにはできないちなみに、日本書紀の隠陽天皇の間に、馬かしの丘、つまり、奈良県高市郡飛鳥村の丘の、 ことのまがへの先で、くかへ、つまり、くかたちを行うための湯を焚く釜を据えて、もろもろの人を連れてきて言いました。真実を得ている者は、何ら傷つくことはない。偽りがあれば、必ず傷を負うだろう。くかたちは、泥を釜に入れて、煮て沸かして、手でかき混ぜて、湯の泥を探ります。または、斧を火の色に焼いて、手のひらに置きます。 諸々の人はそれぞれ木綿のたすきをして鍋でくちをしました真実の生命のものは自然と傷を負わず真実の生命でないものは皆傷を負いましたそれで生命の由来を偽っていたものはおじけついてくちをせずに退いてしまいましたと書かれているので泥を取り出さないといけないということです 即位十一年冬月、つ月、剣の池、るの池、かの柿の池、馬や坂の池を作りました。即位十四年春二月、くだらの王は絹ぬぬいおみなを献上しました。けつと言いました。これは現在の粂の絹ぬぬいの始祖です。この年、柚月の君がくだらから帰ってきました。それで天皇に申し上げました。 やつかれ部下、ここでは自分を指すは、私の国の民を120件を率いて帰化しましたしかし、白稲人に防がれて、皆、唐の国にとどまっていますそれで、葛城の卒彦を派遣して、柚月の民を唐に迎えに行きましたしかし、3年たっても卒彦は帰ってきませんでした即位15年秋、8月6日。 くだら王は、あちきを派遣して、両馬2匹を献上しました。すぐに、狩る、奈良県柏原市の大軽の坂の上の馬屋で買いました。それで、あちきを馬飼いの担当としました。その馬を飼っていたところを、名付けて、馬屋坂と言います。あちきは、経典が読めました。それで、大使の、宇治の脇きいらつ子の三文読みとしました。 天皇がちきに問いました。お前よりも勝る文読み人がいるか答えました。ワニという人がいます。優れています。それで、噛みつけの君の祖先の荒田分け、かむなきわけをくだらに派遣して、ワニを呼び寄せました。ちきはちきの不との子祖です。というように、名のある都来人がやってきました。 ゆずきの君は旗氏の祖と言われています「古事記」には百済国にもし賢い者がいれば献上しなさいと王仁天皇は言いましたすると百済国はその命令を受けてワニキ吉という人物と論語十巻千文字一巻合わせて十一巻を献上しましたとありすなわち儒教と漢字が伝わったと言われています また、日本書紀によると、即位37年春2月1日、あちの海、塚の海を五へと派遣して、絹縫い目を求めました。あちの海みたちは、駒の国に渡って五に向かおうと思っていました。駒に到着しましたが、この先の道がわかりませんでした。道を知る人を駒にこいました。駒の王は呉、クレハ 呉氏の二人を添えてしるべとしましたそれで後に至ることができました後の王は縫い目のえひめおとひめ呉はとりあなの四人の婦女を与えましたとあるようにオチの尾身とこの束の尾身は法政の助行を求めるため後闘神あるいは僧に派遣されました王神天皇には王子がたくさんいたのですが 日本書紀にはその棺の御子についてこのような相話が記されています。即位40年春1月8日、天皇は大山森の御子と大佐崎の巫子を呼び寄せたと問いました。お前たち子供は愛おしいか答えました。甚だ愛おしいです。また問いました。年長と年少ではどちらがより愛おしいか 大山守のみ事は答えました年長です天皇はあまり喜んでいない顔をしましたそれで大佐崎のみ事はあらかじめ天皇の顔色を観察していて答えました年長は多くが年を経ていてすでに成人となっていますだから心配ありませんただ年少は未だ成人しておらず甚だ心配で愛おしいものです 天皇はとても喜びました。お前が言ったこと、誠に私の心と合っている。この時天皇は常に宇治の秋いら子を立てて大使としようと大思いになっておられました。しかし、二人の王子の心を知りたいと思っていました。それでこの問いをしたのです。それで大山盛の御事の答えを喜びませんでした。24日。 宇治の脇伊達公を建てて棺、つまり次の天皇としましたその日に大山盛の御事を任じて山川林のを掌握させました大佐崎の御事を大使の助けとして国事を始めさせました即位41年春2月の15日天皇は昭の宮現在の奈良県橿原市大樽町で崩御しました その時年齢は110歳でした。ある伝によると、大隅の宮、つまり、何和の宮で崩御したといいます。この月、阿智の大海たちが5からくしに至りました。その時に、胸型の狼が縫い目たちを飼いました。それで愛媛を胸型の狼に立てつりました。これは現在、くしの国にいる三遣いの君の祖先です。 三人の婦女を率いて、津の国へと到着し、婿に至り、天皇は崩御しました。その死に間に合いませんでした。それで、大佐崎の御子と、忍徳天皇に献上しました。このおみなたちは、今の暮れの絹縫い、茅の絹縫いです。古事記には、王神天皇は130歳で亡くなりました。木の上馬の年の9月9日に亡くなりました。 墓は河内の経谷の茂伏岡にありますと記されており、王仁天皇以降、天皇の死没年のえとが記載されるようになりました信憑性が薄いとして、えとだけではなく、その存在自体を否定している人もいますが、神宮皇后の朝鮮征伐によって、百済を通じてシナの文化が伝わった結果と考えると、いろいろと辻褄が合います。 王神天皇の時代は信の文化が流入して国内の思想や政治にも大きな影響を与えた時代でした。